催眠フォトグラファーモンスター宇田川和彦こと宇田っちです。催眠フォトグラファーという初耳な肩書きを持つ宇田っち先生が登場。催眠術によってモデルの眠っている潜在能力を解放、よりフォトジェニックに仕上げちゃう魔術師的カメラマン。まずは催眠がかかりやすいかチェック。しかしこけちゃうんだよ。生まれたのってどこですか？両国。ああ、両国出ちゃいましたね。ダメでした。そんな中、生真面目俳優タクヤは高橋さんが話しかけていきます。そうするとおかしくておかしくて笑いが止まらなくなっちゃいます。でもね、なぜかね、寺山さんが話しかけるとね、しらっとしちゃいますよ。タクヤ、お前めっちゃ似合ってんじゃんこれ。タクヤどうしたの？どうしたの？タクヤ何？タクヤどうしたの？タクヤ何？どうした？それすごい匂ってる。ということで今回はタクヤにある催眠をかけ、フォトジェニックな写真を撮影。もうレモン甘くして。じゃあ酸っぱいレモン食べてるけど甘いレモンの表情になるってことね。表情になるっていう。あ、それいいね。なんかそれのミスマッチを抑えれたらなんかね、棒刺しとかもいけちゃったりする可能性あるじゃん。いや、いけますね、いけますね、これは。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ先生、早速催眠の方をお願いします。はい、ちょっとこっち見てもらっていいですか？一瞬で落ちますよ。スーッと深い深いと落ちて落ちてる、落ちたい。3日ずつ戻ってくるとレモン、むちゃくちゃ甘くなってます。蜂蜜漬けみたいな。不思議ですけど必ずそうなる。一つ、二つ、3つ、はい、持ってきます。このレモンがね、むちゃくちゃ甘いんですよ。ちょっと食べてみてください。すごい甘いです。すごい蜂蜜みたいな味。甘いでしょ。ほらね、笑顔もどんどん笑顔になって、美味しくても笑顔が出ちゃいますよ。ほら、なんかレモンって食べれるの？めちゃくちゃ食べてるよ。すごい猿みたいに食うじゃん。いや、こんだけむさぼってるのも結構いいけどね。嬉しい。めちゃめちゃ食べてる。え、どうした、どうした、どういう感情？すごい美味しい。うん、いきますか？おかわりありますけど。いっちゃいますよ。なんでこう食べづらいかみたいな。そっちで笑ってたの？え？で、一旦溶きますね。催眠溶ける。え？本当のね、酸っぱさ大丈夫ですか？やばい、水？水？いや、あの、結局かな。結局。ティッシュ？あ、でも甘くなります。また甘くなってます。ほら、甘くなってます。大丈夫です。どう？甘いです。ああ、いいですね。まあ、もうこういう表情もいいね。これ美味しいんだよ。これほら、これ甘いってなってる。うわ、めちゃむさぼってんじゃん。超うまそうにやってんだこれ。もうちょっと食べやすい形にしといてくれた方が。食べやすい形。かしこまりました。ちょっとも物が良くなかったかもしれないですね。だからわさびを。ありがとうございます。ちょうどいい。ありがとうございます。すいません。じゃ先生、わさび来たんで、はい、ちょっとわさび。でもちなみに僕、うん、前なんかわさび寿司やった時に割と我慢できたんですよ。いや、あの、知ってはいたっけ、辛いと思いつつ、だから割りかしの量入れてくれないと。あ、結構ね、わかんないかもしれない。じゃあ結構豪快にいくよ。いや、それできつかったら本当にきついって言えるし。そうそうそうだ。この後、わさび笑顔フォトに挑戦。甘い抹茶アイス。めちゃめちゃ転がしてんじゃん。スーッとしてかわいいとこですよ。見つかって戻ってくると何食べてもね、抹茶アイスの甘くてほろ苦い抹茶アイスの味になってますよ。不思議ですけど必ずそうなります。一つ、二つ、三つ、はい、戻ってきます。気持ちいいでしょこれ。はい、ちょっとじゃあ、タクシー、じゃあちょっと舌出して垂らすからね。はい、いきます。それをね、はい、はい、はい、もうね、どう？一回全然大丈夫ですよ。食べて。抹茶アイスです、抹茶アイス、全然大丈夫。
え？嘘でしょ。抹茶アイス、甘い抹茶アイスです。めちゃめちゃ転がしてんじゃん。あでもこれ美味しい。きた、これはきた。抹茶アイス甘くなってくる、甘くなってきます、甘くなってきます、甘くなってきますよ。ほら甘くなってくる、甘くなってくる、甘くなってくる。ちょっと待って、ちょっと待って。でも今やばかった。乗っけられた時は、うん、痛くて、うん、あのピリピリ、うん、だから刺激はあるんだね。あ来たんだと思って口入れて、うん、あれわさびの匂いだけど、うん、辛くねえんだと思って、だから初めてわさびを噛んだ。でもいけそうな、いけてそうなのよ。だからちょっと一回取れたかあれなんで、うん、寺山さん確認してもらっていいですか、そのわさびで。でもかかったふりと本当のやつの差が分かるから。俺はね、じゃあ俺は何でもいいんだけど、いい写真撮りたいのよ。もうプロ根性だ。健介がそんなプロ根性出してるなら俺もトランスに入るわ。入ってくださいね、うん、で、あんなわさび食ってんのに、うん、美味しそうに食べてるって絵を撮りたい。撮りたいでしょ、はい、味覚の感覚がね、変わっていきますよ。3つ数えて戻ってくると何食べても抹茶アイスの味になってますよ。1つ、2つ、3つ、はい、戻ってきます。気持ちいいでしょ。ずーっとか、あ、入ってるよ。抹茶アイス、はい、どうぞ、はい、食べてみてください。抹茶アイスね。いけるよ、いけるよ。うん。はい。美味しいですよ、抹茶アイスの味になってますよ。抹茶アイスだ。抹茶アイスだ。うん。あ、はい、いけてるよ。いけてんじゃん。うん、甘い、すごい甘いっす。いけるぞ。いけるわ。俺ノートランスだよ。完璧な映画撮れた。完璧ですよ、これ。いや、これが催眠フォトか。ちげえよ。これが催眠フォトか。ノー催眠フォト、俺は。ノー催眠。ここまで催眠かかってんすよ。次、こうなってんすよ。うん、こうなってんすよ。もう、これ、最カラシュならいける。カラシュなら絶対いける。いけるか。3つ数えて戻ってきた後に何食べてもね、甘いクリームみたいな、カスタードクリームみたいな、生クリームみたいな、そんな味に感じますよ。1つ、2つ、3つ、はい、戻ってきます。気持ちいいですよ。はい、じゃあちょっとね食べてもらってね。笑顔になってきますよ、どんどん笑顔。美味しくて笑顔が出てきます。嬉しい。これからし食べてんの。美味しい。笑ってる、笑ってる。すごいよ、かかってる。タクヤめっちゃ、だってからしあんだけ食って。むちゃくちゃ甘いクリームになってますよ、うん、むちゃくちゃ甘い生クリームみたいな、うん、どんどん笑顔になってきますよ。美味しくてすっごい。一回も入ってない。でもタク見て見て見て、隣ひょ、いけてんのよ。え、食べきったの、うん、やば。寺山さん、ここまではかかってんすよ。ここまでかかってんだけど、ここからもダメなのよ。もう惜しかった。バラエティトランスに入ろうとしたけど、からしは無理だよ、マジで。はい、はい、ということで
催眠術かけていただきました。最高だよ催眠フォト、マジで最低だよ本当に。俺なんで俺なんムートランスで食っちゃってんの。いや惜しかったのよ二人とも。いいね、惜しくないんだ。いいとこまで入って、わさびの時点で分かってたのに、からしはもうやる必要ないからマジで。まあ、かかる人かからない人いますから。まあまあまあ、そう。いやでも、いやでもちょっと催眠フォト、うん、乗ってない状態でも催眠かかってしまえばいい表情が出るっていうのはなんか応用できるよね。いや本当そうですよね。だから今回のおかげで、まあ、我々2人はあの催眠フォトスキル上がって、この方はバラエティスキルが上がりましたまあそれはそれでいいわそれ上がったならいいけど。でも催眠ね、かかった方がすごく楽というかね、なんかそのままやればいいんだけなんで ね、その辺も分かってもらえたかなと思います。これ僕ら少しはレベルアップできたでしょうか。あ、もうすごいと思いますよ。あ、よかった、ありがとうございました。そこうだっちでしょなんで無音なの確かになんで無音なのそこ。次回、新たな学び、男の美学編スタート。はい、え、マジで痛い、マジで痛い。電気治療ギャグてってってってお願い、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 お願い